今村秀夫の墓、今村秀夫から1736年9月22日は、江戸時代中期のオランダ通詞。通称はゲンエモン後一米。若い頃デジマで島で、エンゲルベルト・ケンペルの女子となり、語学に磨きをかけるとともに、薬学、医学、博物学を習得。通詞に採用されて、後、抜群の語学力と学識を活かし、 新井白石や徳川吉宗の洋楽を陰で支えた。著書、聖設白楽筆記は、日本初の西洋獣医学、馬術、飼育法の翻訳書として高く評価されている。五大子孫に、地震学者、今村昭純がいる。今村秀夫は1671年12月6日、オランダ内通時、今村一左衛門金吉と妻、作り酒屋。 山口次郎衛門の娘との次男として、長崎で誕生した。今村家の祖先は、竜造寺氏の家臣と伝えられ、道家滅亡の後松浦氏に仕えた。祖父、今村四郎兵衛道安は、オランダ将官が平戸から長崎に移転した時敬語の、主として移り住み、通訳補充のため武士を廃業し、オランダ役師にとなった。衛生は、内通士の家系の一員として、 幼少の頃より、父親から、ポルトガル語やオランダ語を学び、デジマに出入りし、語学力を磨いた。同時に召喚付け医師の助手として、薬学、医学を学ぶ。その頃、東洋の植物を西洋に紹介した、ドイツ人にはシュゲオルクマイスターがデジマに赴任していた。1690年9月26日、ドイツ人医師、博物学者、エンゲルベルト・ケン、以後、 約2年にわたり、ケンペルは主に衛星の協力の元日本の知識に関する情報収集を精力的に行い、文物を購入したが、その範囲は当時提供を禁じられていた情報や、地図や役職名鑑や仏像などにも及んだ。ケンペルは意思疎通を図るため衛星にオランダ語を文法から徹底的に教え込んだ。また協力の見返りに衛星はケンペルから薬学、医学、 博物学などを学ぶ。2回に及ぶ江戸散布にもケンペルは衛生を従者として同行させた。ケンペルと今村玄衛門との情報交換の詳細は、大英図書館に残されるケンペルの数々の記録から伺われ、お互いの並々ならぬ努力が明らかにされた。帰国後、ケンペルは日本滞在中に得た情報や見聞をヒューティッチスジャパンにまとめたが、 生前には刊行されなかった。遺品としてその総工を買い取ったイギリス王室の医師で、軍を抜く収集家、ハンススローン教は、スイス人博物学者、ヨハン・ヤコブ・ショイヒツエルの4男ヨハン・カスパル、ショイヒツエルに、それを英訳させザ・ヒストリー・オブ・ジャパンと題し、1727年ロンドンで、刊行させた。その本は評判を呼び、フランス語やオランダ語にも翻訳された。 原稿の序文で、ケンペルが日本人女子の協力に言及しているが、その名前は著書のどこにも記さなかった。それが明らかにされたのは1990年、大英図書館日本コレクション部長、ユーイン・ブラウンにより、ケンペルと今村玄衛門との雇用契約書、受け状のことが発見されたことによる。1695年9月26日、25歳の英英生は、 語学力を買われ、稽古通事に採用される。身分制度の厳しい時代、価格の低い内通士出身の者が正式な通事に採用されるのは異例なことであった。翌年7月早くも小通事に昇進する。出島省官長実氏には、玄モンの表記で頻繁に彼の名前が現れる。1697年、年番小通事に認じられた a は、a a は出島大人、 吉川義部衛門の名、春と結婚。翌年江戸番小通事を務める。以後生涯にわたり彼は、年版8回、江戸版6回を務めた。1707年、37歳で、衛生は大通事に昇進する。1708年10月12日日本での布教を、目的に、イタリア・シチリアとバレルモ出身の、ローマ・カトリック在属ジョバンにバティスタ・シドッティが、 薩摩の薬島に上陸した。間もなく、捕らえられ尋問のため長崎に護送された。長崎奉行による取り調べにはポルトガル語も介する、大通じ、今村秀夫が、主に通訳に当たった。しかしより正確な意思疎通を図るため実際には、ラテン語を介するイタリア出身の召喚員アドリアン、ダウが、シドッチの教術をオランダ語に訳し、秀夫らがそれをさらに、日本語に訳した。 尋問もその逆で行われる。その結果が異国人公所として幕府に報告される。同時に衛生はラテン語習得が命じられ、ダウについて学習を始めるとともにシドッチ世話係にもなった。将軍の側近であった荒井白石はシドッチの教述書に満足せず直接尋問すべく江戸への護送を命じた。シドッチは 秀浦に付き添われ1709年10月25日、長崎を出発12月1日に、江戸に到着後ただちに、小日向のキリシタン屋敷に収監される。以後数回にわたり白石は、衛星のラテン語を返し、死どっちを尋問し、その都度衛星らを指定に呼び復讐、確認を行った。役目を終えた、衛星にはこにより帰国の際、白銀5枚が可視された。 白石は、シドッチの博学に驚き西洋事情にも、興味を示し、シドッチが日本語を習い覚えると何度も、キリシタン屋敷を訪れ知識を吸収した。その一方で公平を期すため、オランダ人とも直接愛学習した。その一例は1711年4月3日折から、滞在中の召喚町一行を、白石は、浅草、善流寺に訪ね、 ジョアン・ブラウの世界図1648年度版などを持ち込み、衛生を開始西洋事情を聴取し、例によって指定での復習、勉強会も行っている。白石は退職後も衛生との所管の交換で、西洋の知識を吸収している。それらが名著、西洋気分や災難遺言に結実された。衛生は白石の洋楽を陰で支えたと言える。デジマイズ、 教法、法歴頃上移し、馬や馬乗り場、馬仕入れ柱、馬沿い巨所など輸入用馬関連の設備が見られる。徳川義宗は1716年将軍に任じられる。永生は義宗三男の現像の名をはばかり、1719年に俗称を衛門から一米と改めた。実学、洋学に強い関心を示す義宗は、 西洋の文物を輸入させるが、その目的から1721年、雇用法通事が新設さる。1724年に江戸版通事の衛星は、召喚町一行の江戸散布の折、3月23日上中で、幕府遺官と上下下、ケーテラールとの質疑応答を通訳するが、そこに吉宗もお忍びで参加する。25日には、奥坊図、 水谷はじめ館らが吉宗自ら捉らえた白鳥をお土産に、小館町一行の宿舎、長崎屋を訪れ、それを食材とした西洋料理をまかなわせ、同時にはじめ館を開始、吉宗からの質疑応答が衛生の通訳で行われた。衛生の解説も含む、その時の報告書が小冊し、オランダ問答として残されており、そこには麦の酒、 ヒールなる5が表記されており、日本で初めて表記されたビールを指すと考えられている。1725年、衛生は前任者の後を継ぎ、雇用法通事を兼務。この年来航のオランダ船には吉宗が1723年に発注したペルシャバなど5等が積まれており、その世話のため長橋ケーゼルが来日した。これは、吉宗の軍馬改良政策の一環で、 日本で馬体の大きな強い馬を繁殖させるのが目的であった。その後、養馬の輸入は1737年まで続き、合計28頭にも及ぶ。衛生は、出島の馬場の設定、来日馬橋と出島に保険された幕府の飼育責任者との間の馬術習得、馬両方や飼育法の質疑応答などに通訳として携わった。1728年、 58歳で、永生は、通じ目付けに就任する。1729年、彼は、再来日したケーゼルに付き添い、江戸に赴き、三浜御殿で、馬場や、旧社の設営に通訳として関与した。翌年4月17日、朝鮮馬場にて、ケーゼルの馬術が吉宗の御前で披露され、永生は通訳の功により、金重量を配慮した。宗の関心は、 要はのみに止まらず、天文、歴法、法律、医学、薬学、武器、知性、動植物、雑学など、あらゆる方面にわたり、各種の五家門や発注が、長崎武業所を通じもたらされ、それに、対処するのが雇用法通じ衛生の役目でもあった。例えば吉宗は、薬種植物の苗や種子を輸入国産化を図る。 1727年の発注の中にサフランなど、植物の苗木38種、ケシなど種子類31種がある。そのすべてをオランダ語もしくは、ラテン語に翻訳するのも仕事であった。実際に注文に応じ翌年輸入されたのは胡椒など、苗木7種、ケシパセリなど種子16種に過ぎず、それらは、小石川薬草園などに移植されたが、繁殖には至らなかった。その結果、 発注は、その5735年まで、必要に繰り返される。天文や測量に関する五家門にも衛星が代用していることが、測量費ことの記述から伺える。しかしこれらの業務は本業である、オランダ通事としての役目の合間に行われたことであり、召喚日誌の記述からも衛星は、召喚から最も信頼された各評価されていた通事の一人であったことがわかる。 英政は前述の1729年から30年にかけての江戸滞在中に金命により、1725年、トライシタピーテルアルマヌスファン、クールチョのトブラグッド・オブ・ヘイルセム・レメジエン・ボー・アルダー・ハンド、シエクティンズ・イエヌ・ワクシュデントン・ダイ・デッペデン・ソーで今年、オーバー・コウマンいわゆる、馬、両所の翻訳を行った。それまでの蝶橋との質疑応答や、 この翻訳などを編集集体制したのが今村一衛の名による著書、静設白落筆記である。構成は長崎武行との問答、馬合形、靴は靴、馬穴見資料、上方、薬法、馬質療法からなり、最後の項の原点が前述ファイクール著書である。原書と翻訳を比較分析した獣医学者、浜学は論文の中で全に対し、 その機能を折り返し、今日でいう自律神経系ないしは運動、知覚神経系にも該当する漢方でいう、木の筋を訳語に当てた、と、その的確な翻訳を評価し、さらに薬剤に関し、300余種の掲載薬剤中、50を遥かに超える薬剤を解明しは漢明に、翻訳している、短期間にこの書を翻約した能力に、ただただ簡単を通り越して、イフの年紗を覚えると称賛している。 英生は1736年、健康上の理由から、通じ目付けを辞するが、御用法通じ現役のまま9月22日没し、母大寺である浄土州の小学山田四寺に葬られた。去年66、改名は地震院館誉まで急ここと称す。1924年2月11日、生前の校により生五位が増位された。私は、 最初の年にこの抜け目のない頭脳にオランダ語を文法から教え込んだ。その結果彼はオランダ語を自ら書けるようになり、そしてどんな日本人通詞よりも、はるかに上手に話せるようになった。だが私には妨害のあの幸運が訪れた。すなわち、学識のある若者を私の目的を達するための、待望の手先としえて、この日本と品の書籍と知識において学識があり、今村秋爪、ね。 乱学の祖、今村秀夫、祖先を語るしかボンユーイン・ブラウン、大英図書館所蔵、ケンペル将来日本史料の意義、ケンペル10、ボルフガングメヒエル、エンゲルベルト・ケンペルから見た日本語、洋楽史、研究13号、ユーイン・ブラウン、大英図書館所蔵、ケンペル将来日本史料の意義、ケンペル101695年9月26日、武行たちは今朝、 稽古通事三人任命したよし、二人目の自人物は、オランダ語の今もロックゲンネモンと名乗るもので、我々の言葉に熟達しており、誰一人彼の上を越す者はいなかった。彼は若い頃より現在まで統治召喚の上位下界に奉公している。今村秀明、召喚日誌と、オランダ召喚日誌と、今村秀夫今村明、P1、片桐和夫、オランダ通事、 今村元恵門衛星、外津国の言葉を我が物として、マルゼンライブラリー 145ISBN46 億2105万1458、ジャパンズバグレジスターズ、原本は、オランダ国ハーグの国立中央文書館所蔵、西部分役、今村秀明役、オランダ召喚日誌と、今村秀夫,今村夫、今村昭夫、宮崎道夫公中、新井白石著。 新帝西洋気分、今村秀明、ブラウ世界図の付箋について、日蘭学会開始37巻1号、宮崎道を、外国のこと長書について、私学雑誌66巻、ジャパンズ学レジスターズ。原本は、オランダ国ハーグの国立中央文書館所蔵。日誌部分訳今村秀明訳オランダ召喚日誌と、今村秀夫。 今村明夫、つ間村秀明、徳川義宗と、オランダ問答、片桐和夫編、日蘭交流史その人、物情報、つ間村秀明、徳川義宗と、洋楽、洋楽史、研究19号、つ間村秀明、徳川義宗の植物注文とご用法通じ、洋楽中今村秀明、測量費こと成立の背景について、洋楽史、 研究28号日本召喚長実史、1718年9月6日、このジ人ボス、賢い狐、ゲゲモンのあだ名は、物事の白黒をはっきりさせず、公的な発言を控える。そして重大事を会社にとって、希望を持てるように、有利になるようにと取り計らう今村秀明役、オランダ召喚日誌と今村秀夫、今村秋夫ピアニッシも、118イ S。 グレイブン派が、グドラクト・ボーア・デン・オーサー、バイ・レヴィン、バンダイク。1688、十八勝山オ江戸時代に翻訳されたオランダ語獣医学書の原点の、探索、洋学4、ハマ・マナブ、我が、国初の西欧梅書の漢訳本オランダは、領事和解と、役者、今村秀夫、ヒポファイル15、16タジリサ編。 増意所見伝造保番上特使増意年表 P51 ありがとうございます。